現代の大衆忘年会はビールでの乾杯から、忘年会とは年末に催される宴会のことである。一般的にはその年の苦労を忘れるために取り行われる宴会について言う、宗教的意味付けや特定行事様式のない日本の風俗の一種である。年末にその年の色を目的として取り行われる宴会という意味付けでは台湾の置き場、中国の年会、 韓国の総年会など、東、アジア圏における共通の文化を生み出すことができるが、英語文化圏においては、クリスマスと対比させた、非宗教的な行事と理解されており、英語として、エンド・オブ・イヤー・パーティー、フォーゲット・ザ・ヤー・アッツ・トラブルズ・パーティーなどの他単純に、忘年会などが当てられているように、日本固有の文化として考えられる場合が多い。忘年会は、 自発的結社によって担われる農会型のもの、私的交友関係や家族間で取り行われる都市忘れ型のもの、戦後に急激に伝播した企業忘年会型のものなど様々な形態がある。忘年会の起源ははっきりとは分かっておらず、いくつかの由来の異なる会合が次第に一つに融合して生まれた多元的起源を持つ行事であると考えられている。 年忘れという言葉を用いた最古の例としては、室町時代の皇族、伏見宮貞房信郎が認めた、関門日記で、1430年12月21日の記録として出てくる、先、夕一魂、その後連が初、回収除霊、夜百飲料一お及び坂森遊覧部、その恐怖詳細忘れなり、という文章である。これは、 年末に催された、レンガ会が大変に盛り上がり、その様子がまるで、年忘れのようだと述べたもので、この頃にはすでに民衆行事として、年忘れと呼ばれる、酒を飲んで乱舞する行事が存在していたことを示している。江戸時代には、特権階級の人々の中で一年の嘘を晴らす、行事になった。近代の忘年会が、お祭りムードに変化したのは、明治時代からで、 ブレイコーなどのキャッチフレーズで広まった。ありがとうございます。